ジャノメミシン工業株式会社は東京都八王子市狭間町に本社を構える世界最大級のミシンメーカーである。愛称はジャノメ。世界で最初に家庭用刺繍ミシン、グラフィカを開発、販売したメーカーであり、ミシンの他にかつては24時間風呂、有名人でも有名であったが、現在は製造販売を終了している。ミシン業界は 伝統的に訪問販売が多く、さらに女性向け商品が多いため、販売視点では母子家庭の人間の採用に積極的である。最近では、羽毛布団、清水器、鋳造、産業機器、印刷など、ミシン以外の分野にも幅広く手を伸ばしている。リソナ銀行をメインバンクとしており、口術の光新事件の影響により現在も、 埼玉銀行の不動産部門から独立した大英、不動産が筆頭株主となっている。社名のジャノメは自社で販売していたミシンの糸巻きの形の形式がジャノメ式と呼ばれていたことから自社ブランドにしたもの。日本国外ではエルナニューホームブランドとしてのミシンの販売も行っている。社例期的にはリッカーと関係が深いが商業出版にこの事情の記載はなく、 社内資料的な社史以外に記録はない。1988年にミシン外機器製造を分社化し JCL という子会社を設立したが、直後にジャノメミシン工業強括事件の迂回融資の舞台となり、1992年1月23日に特別生産した。もともと埼玉銀行出身者が代表権のある社長、会長に就任していたが、 この事件により役員を今日は埼玉銀行から追加派遣される事態となっている。日本ではブラザー工業、重機と共に大手三大未信会社として名が知れ渡っている。いずれも過去スポンサーをした番組。現在行っているスポンサー活動はない。ありがとうございます。